続いて2位に入った田中圭司選手ですえっと、まあ、目的としてはやっぱり世界選手権前の,そのステップとしてきている試合なので本当はもっと自信をつけて世界選手権に行きたかったんですけど、まあ、ショートの方がやっぱがまだ課題ありという感じだったのでやっぱりまあそこはもっと練習でカバーするしかないなという感じですね。うん うーんやっぱり調子が100%じゃない状態だったので、まあ、その中でどうやって勝負していくかというのが、まあ、この試合での課題だったので、まあ、そこを自分と試合との感覚をすり合わせながらだったので、まあ、そこはしっかり、まあ、この試合での収穫といえる部分もあるので、まあ、それをしっかり持っていって世界選手権に行きたいなと思います。 えー、世界選手権までのあと1ヶ月のポイントっていうのはどういうところになってきますかうん、まあ、本当に練習でできることっていうのは、まあ、試合を想定してどこまで自信を持っていけるかっていうのが、まあ、練習で示され,示されるので、まあ、そこはしっかり練習していきたい部分とあとはもうプログラムシーズン最後になると思うので、まあ、そこは完成したものを。 やっぱり披露したいなっていう気持ちが強いのであとはもう今シーズン言い続けている「攻める」っていう言葉をもっともっと具現化していきたいなと思います。